はい、どうも皆さん、こんにちは。大仏社長です。はい、前回の動画に引き続きね、中古ドメインを取得してサテライトサイトを作ってね、メインサイトに非リンクを当てるときに、僕がどういうやり方をやってるかっていうのをちびちび解説していきたいと思います。で、まずね、この動画見てる人もね、アフィリエイト今頑張っていて、で、いろいろね、情報をさ、いろんなとこからこう収集して、こう自分なりに頑張っていると思うんだけど、最近のね、 Google の変動も激しいし、なかなかね、規則性がない部分があるわけじゃん。で、あと、いろんな人がね、いろんなやり方を推奨してたりするんで、迷う部分もあるかと思うんだけど、人によってはね、誰かからコンサルしてもらったりとか、あとは Google の出してるガイドラインに沿ったやり方をしてるっていう人もいるかと思うんだけど、僕のやり方はかなり現場主義なんだよね。こういう思考って会社員時代からずっとそういう思考でやってきたから、今もね、アフィリエイトにこう、自分なりに生かしてるような形なんだけど、Google のね、お偉いさんが何と言おうと、そのアフィリエイトで成果出してる人が何と言おうと、僕は現場しか見てないんですよ。今現場が、この現時点で現場がどう動いてるかを、よく見てですね、もちろん自分がね、参入してる現場に限るんだけど、だから僕の SEO 対策っていうのは現場で起こってることが全てで、その現場に対処するためのやり方やってるんですよ。これ僕のやり方なんで、その見てる視聴者さんにね、マッチするかどうかは分からないんだけど、一応参考になればと思って、話していきますね。で、早速なんだけど、中古ドメインを取って、サテライトサイトを作ってメインサイトに非リンクを当てるっていう手法をやるときに、そういうやり方をちょっと僕やってきてね、これは効果があったなっていうのが、ポイントが3つあるんだけど、1つ目はね、その中古ドメインで以前運営されていたサイトと、あと非リンクを当てる方のね、メインサイト、この親和性が高いほどいいっていうのが1つポイントにあります。で、あと2つ目のポイントとしては、やっぱりね、その中古ドメインなんだけど、ちょっと値段高くなっちゃうんだけどね、これは政府機関とか教育機関からやっぱり非リンク当たってる方が中古ドメインとしては強いので、当然そういうとこからサテライトサイトを作って非リンク当てると効果があるなって感じてます。で、3つ目はリンクの貼り方なんだけど、サテライトサイトの本文がこうバーってあるじゃない。で、本文があって、例えばね、その本文中にもっと詳しい情報を知りたい方はこちらみたいな感じのリンクだと、効果があるような気はしてるんですよね。あとは、例えば、参考文献はこちらとか、そういうリンクの貼り方だと上がりやすいかなっていう実感があります。ここで挙げた、ね、3つのポイントを満たしてるのが一番理想的なんだけど、やっぱり取りたい中古ドメインがいつでも取れるわけじゃない、ないじゃないですか。やっぱりいい中古ドメインで取り合いになるし、内容がいい中古ドメインはね、やっぱり値段が高くなるんで、その出せる予算っていうのは限られてると思うんで、なかなかね、理想通りにはいかない部分があると思うんですよ。で、僕自身も実際に思い描く理想はあるんだけど、こういう風に非リンク送りたいなっていう、そういう理想はあるんだけど、なかなかね、取りたい中古ドメインが取れなかったりとかするわけなんだけれども、なるべくね、理想に近づけるような形で、やっていきたいところですよね。僕自身はね、いい中古ドメインじゃないと非リンクを送る意味がないと思ってるんで、ある程度の内容のレベル以上の中古ドメイン取れなかった時はサテライトサイトは作らずに、次のチャンスを待つような感じにしてます。次に非リンクの数なんですけど、皆さんはね、どうやってますかね。これ僕の場合なんですけど、僕自身はね、1つのサテライトサイトから
まあ、いくらでもヒリンクを送っちゃうタイプなんですよ。例えば20本とか50本とかもう平気で送っちゃいます、一つのドメインから。でなんでかというとこう、まあ、巷に溢れているこのウェブサイトって、例えば、まあ、いろいろねヒリンクの貼り方あると思うんですけど、まあ、一番理想はね、さっきにも話したように、あの本文中に参考文献はこちらとか、より詳しい情報を知りたい方はこちらとか、あとここから引用しましたとか、そういう形でヒリンクを、ね、送るのがおそらく一番いいんじゃないかなって思ってるんだけど、 逆にそのパターンだけだと、あの逆に不自然だったりするじゃないですか。例えばサイドバーにあの URL を貼ってくれたりする、まあ、そういうウェブサイトの運営者もいたりするわけですよ。でそういう場合はかけるページ数になるんで、あの、まあ、サイドバーって固定じゃないですか。だからあの50ページあったらヒリンクかける50になって50本リンク飛ぶわけじゃないですか。でそういうことも普通にあると思うんですよね。まあ、だから、まあ、1つのドメインから僕が20本とか50本とか送る時もあります。で一方ね、まあ、1つのドメインから1本だけしか送らないっていう感じのサテライトサイトもあります。だからこれも僕は不規則っぽくやっぱりやってるんですよ。まあ、同じような感じだとなんか規則性があってやっぱり気持ち悪いんで、だからあんまりその一つのドメインから何本もヒリンク送っちゃうとダメだみたいなことを言う人もいると思うんだけど、まあ、僕の考えとしてはね、まあ、それで今のところうまくいってるんでそうやっちゃってますね。であと次にヒリンクを当てるタイミングなんですけど、これもねいっぺんに何本も送っちゃうと、まあ、ちょっと良くなさそうだからっていうことで10日間開けたりとか20日間開けたりとかして1本1本とかこうちびっとずつねヒリンクを当てるっていう人もいると思うんだけど、で僕もねそうする時はあるんですけど、結構一気に当てちゃったりもします。一気に5本とか、まあ、なぜなら普通のナチュラルリンクだってちょいバズりしただけで一気に何本かねヒリンクが当たると思うので、だからあまり神経質にね期間を空けたりとかしてちびっとずつとか当てなくてもいいんじゃないかなって僕は思ってるんですよ。でここまで聞くと、まあ、ちょっとなんかペナルティー加えそうな危ねえやり方なんじゃないかなって思う人もいるんだけど、案外ね一つのドメインから多くのリンクを当てたりとか、まあ、あとは一気にね複数のドメインからリンクを当てたりとかしても意外とね飛んだりはしないです、まあ、むしろ上がるかなっていう感じなんで、まあ、だからね固定概念にとらわれずにどんどんトライしていくといいと思うんですよね。そういう固定概念ってねあんまりっていうか、まあ、そもそもそれも根拠どうなのかなっていう感じもするし、だからまあサテライトサイトからメインサイトに上げたいサイトにねリンクを貼ってもなかなか上がらないなっていう人はちょっと固定概念を崩してね、まあ、全部真似するわけじゃなくて一部とかでもいいのでやってみてもいいかもしれないですね。まあ、結構僕が思うにねその自作自演のヒリンクそういうブラックハットの手法を、ね、やっても、まあ、サテライトサイトもメインサイトもそうなんだけど結構しっかりしたサイトを作ってればねそれ自作自演のヒリンクやってもあんま飛ばないと思うんですよ。ということで、まあ、なんか参考になればいいなと思ったんですけど、まあ、今日はねとりあえずこんな感じです。こんな感じで僕の動画では SEO とかアフィリエイターに関しての情報なんかもねかなり力入れて発信してるんで、まあ、次の動画もねぜひよろしくお願いします。ということで今日は終わりです。さよなら。